東四環路、北京四環路は、中国北京市にある、高速道路形態の環状道路である。市中心部からおおよそ8キロメートル外周を通る。市中心部から三つ目の環状道路であるが、歴史的経緯から北京四環路と呼ばれる。北京四環路は、北京市の境界の中を通り、円というより四角い経路をたどる。主な経路四原橋、大空雲橋四恵橋。 四方橋十八里天大部二門馬野郎竹、各省豊田大工式、青橋中間が村検証京安計橋から、餅は橋四原橋現状前線開通済み1990年代初期には、中間村から四原橋までの北四間路はすでに、環状道路として存在していた。ただし、道幅は、ずっと狭く、信号機があり、検証京、安計橋、 四原橋の三つの高架立体交差のみが存在していた。中華人民共和国の50周年記念に四原橋から十八里県までの東四環路が1999年10月1日ごろ開通した。これは8車線の高速道路として開通した環状道路の最初の部分であった。県省橋から四原橋までの北四環路は 2000年9月の下旬に8車線の高速道路へと改良された。同年のその後、18利点から豊田台までの南4、環路が開通した。2001年6月までには、北京4環路全体が高速道路標準の形態に改良された。2004年初頭に、最高速度は、一律時速 80km へと抑制された。2004年9月には、 北京四貫路の案内表示の大幅な変更が行われた。最終的にはインターチェンジ番号の双方向での統一が行われた。2004年10月には北新区付近の北四貫路にて新しい高架橋が共用開始された。以前は車線ごとに異なっていた。第一車線、最低時速 80km、最高時速 100km 第二車線。 最低時速 70km、最高時速 90km 第3車線、最低時速 60km、最高時速 80km 第4車線、最低時速 50km、最高時速 80km 接続道路、一律最高時速 70km2004 年に規制の変更が行われ、一律で最低時速 50km、最高時速 80km となった。 接続道路は時速 70km で普遍である。この道路は無料である。8車線両方向で、検証橋から4原橋が恐ろしく渋滞に弱い。残りの北部、東部も弱い。豊大区を除けば、その他の北京4貫路は渋滞の確率は低い。4原橋ジャンクション、4恵みジャンクション、四方橋、ジャンクション、18利点、ジャンクション。 馬屋ージャンクション、豊か大ジャンクション、竹角小ジャンクション、中間村ジャンクション、県省橋ジャンクション、持ち和京ジャンクションフルスケールのサービスエリアはないが、ガソリンスタンドは多数存在する。発達例高速道路、県省橋ジャンクションで、接続軽症高速道路、持ち和京ジャンクションで接続北京空港高速道路、四元橋ジャンクションで、接続強平高速道路、 東風橋ジャンクションで、接続系2快速道路。4恵みジャンクションで、接続系新高速道路。四方橋ジャンクションで、接続系新、堤高速道路。18里点ジャンクションで、接続系海高速道路。馬屋老ジャンクションで、接続警国高速道路。竹角小ジャンクションで、接続北京四管路の新しい案内板新しい案内板は、 制限孔を超過した車との接触を避けるために、地上から最低5メートル以上の高さに設置される2001年に、北京四貫路が開通した時、案内表示は統一性がなく、厄介であった。ピニンと英語の混合もドライバーを混乱させたが、最もひどいのは、インターチェンジ番号であった。同一のインターチェンジに対して、方向別に異なる番号が振られていた。 北京当局は3年間問題解決に動かなかった。古い案内表示は標準化された英語と最終的には新しいインターチェンジ番号が記載された新しい案内表示に更新されていった。同時に以前は高速道路と離れた主要地点のみであった接続道路の模式図が各インターチェンジ等に導入された。さらに、 交通規制の案内は漢字表記から道路標識に変更された。いくつかの橋の名称変更が同時に行われた。441の表示板が変更されたので、プロジェクトは半ば超人的であった。202個は出入り口の表示で、残りの239個のほとんどは表示の大型化であった。2004年夏の初期に、 北京五環路に対する同様の処置が発表された。作業速度の面で、最初の100時間で、西四路すべての極めて多数のインターチェンジ番号が処置された。新しい案内表示への反応は様々である。決定的に、プラスの側面としては、インターチェンジ名は、現在では、北京三環路や北京五環路の関連する、インターチェンジや橋の名前と一致する。 しかし、多くの人々は、情報過剰について、不満を言う。案内表示は、現在、5つの異なった方向を示すほど、複雑であり、目と脳が読みこなすことができないくらい多くの情報が、詰め込まれている。一方、小文字と大文字が混合した、小さい字体の英語表記が別の懸念となっている。速度違反者への悪いニュース、北京四環路と北京五環路双方に、 案内表示の全面的な変更と合わせて、数々の速度取り締まり機やカメラが設置された。時計回り方向、インターチェンジ番号1は、持ちは今日から始まる判例朝日北ろ。ありがとうございます。